皆さんこんこにちは <laughs> あのファンドマネーージャーの藤野秀人と申しますその次のこれから見せるスライドがですね私の、えー、なぜファンドマネージャーとして成功したかということをこう証明する写真なんですけれどもあのまずそれをご覧いただきたいと思います。こちらです <laughs> 何のことかさっぱりわからないと思いますけれどもあの皆さん、これあの何でしょうか。<laughs> これあの私の母なんですけれども、実は母があのワコールで働いてまして、おそらく日本で一番ブラジャーを売った人なんじゃないかなと思います。あの40年間あの、ブラジャーをあの販売をのしてまして、まあ、それで、まあ、何度もあのワコールであの日本一あの販売で日本一を取りましたから、おそらく日本で一番、えー、ブラジャーを売った、えー、女性は彼女なんじゃないかなと思います。 まあそれはとてもいいことなんですが毎日毎日あの食卓の話題はブラジャーなんですよ <laughs> <laughs> 年頃の男性からするとですね毎日女性の下着の話を聞き続けるというのはあのまあ苦痛でしてですねあの今日は40枚売れたとかですね今日は10枚しか売れなかったから残念だという話をこうしているわけですよねでまあだから毎日毎日こうブラジャーの話でですね <laughs>。 まあ、例えばあのデパートで働いていた時にはです、ね、友達のお母さんがこのデパートに行ってであの、まあ、ブ,ラブラジャーを買ったと言うとその友達がそういう話をするんですよお前のお母さんからうちのお母さんブラジャーを買ったみたいなこ、ね、とを言うとなんか非常に微妙な気持ちになりませんかね <laughs> <笑><笑>まあそういうことだったんですけれどもでも 今から考えてみると、母がブラジャーをそのたくさん売ってくれたおかげで、父の,あのお金以上にですねあのまあ生活費にまあ困らなかったということがあって、余計に、確かピアノをあのまあ今でもやってるんですけれども、練習することであったり、先生に習うことができたり、もしくはまあ大学に行くことができたりということがありました。そういうい面で見るとです、ね 私はあのブラジャーで育ったファンドマネージャーだとと <laughs> いうことがいます多分かなり特殊なファンドマネージャーじゃないかなと思いますでち,あのちなみにファンドマネージャーという言葉を最初からあの何も説明をしないで話をしましたがおそらくファンドマネージャーという仕事あの一般的に馴染みはないと思いますでも皆さんの生活にすごく実は密接なんですというのは今年金問題とか言われてますが年金も誰かが運用していてでその運用している人がファンドマネージャー なんですね、また投資信託という商品があったり、もしくは銀行や証券会社のお金を運用しているのもファンドマネージャーなんです、そういう面で見れば、皆さんのお金は誰かが運用している、誰かがどこかのファンドマネージャーが運用しているという面で見れば、必ず皆さんはファンドマネージャーとあの関連があると思います。でそそのの中ででで私私すすすごく最近心配なことととががあるんですそれは何かいいうとあの私明治大大学学16年間今も大学の先生をしていますが ベンンチャーファイナンスを授業してるんですねそれでベンチャーファイナンスを授業してますが、3年前にアンケートを取ったらすごく驚いたことがですね、ファイナンスのイメージの人が80%があの汚い悪だという,うに言ったんですねで。これが実は一般的な若者の考えなんです。投資イコール悪というような気持ちがあります。で実際にこのの今日本の この現預金を見てみると、ですね個人金融資産で1600兆円もあるので、世界的にもすごくたくさんお金があるんですが、お金れ資産があるんですが、その中で全資産の中に占める現預金の比率というのが全体の50%以上あるんですね。で、アメリカはどうかというと14、14%とすごく少ないんです。日本人は現金を細く抱え込んでいるというような実態があります。今度は寄付の金額ですけれども 寄付の金額だと日本とアメリカ、すごく大きな差がありますが、それ以上に1人当たりの寄付の金額ですけれども、日本人は1人2500円、たったの2500円、年間ですね、アメリカは13万円なんです、50倍以上の差があります。皆さん、寄付って知ってますかね、寄付。年間ですね、日本人で寄付をしている人っていうのは、3人に1人しかいません、3人に2人は0円なんですね。アメリカの場合は人人に2人が寄付をしています いう面で見ると寄付をしている人の数も少ないですで何がいるかというと日本人実は自分たちのことお金についてとても綺麗な民族だと思ってますが実は投資が嫌いでそして寄付も大嫌いで,でお金が大好きなんです、ね、お金をこ <laughs> 抱えるのがすごく好きってことですね皆さんどうですかねじゃあなんでお金が汚いと思っているかということであのなんですけれどもそもそもですねそのもう一つ このお金以上に働くことに対する意識が最近、えー、働くことのイメージが悪いということをとても思ってます。私はあのいろんな大学であの教える機会があって、まあ、今、明治大学で教えてますが青山大学だったり福岡大学だったりあの大阪の大学だったりいろんなところで教える機会があるんですけれどもその中で働くことのイメージがとても悪いということに対してすごく残念に思っています。例えばこれは最近,最近やった あの調査なんですけれども、18歳から29歳までの日本の若者に対して、働くことの意義について聞いてみました、そうすると、働くことが当たり前だと思う人が全体の39%なんですね、要するに60%は働くことが当たり前ではないと思っているということなんです。<laughs> すごくありません で,できれば働,く働きたくないという人が29%もいます。まあ、確かに働かないでこうずっとご飯を食べることができたり遊ぶことができたらとても良いことかもしれませんがでもこれは私は最近見た統計の中で一番びっくりしたものでした。それから 日本人は愛車精神があるとかよく言われているんですけども、実はそれは全く間違いでして、どのような統計を取っても、ですね日本は愛車精神がないということをこう証明できるんですけれども、例えば、この企業の,その、まあ、今ある会社に対するあの、まあ、愛着についてこう、えー、アンケートを取っ,たみた取ってみたんですが、日本はたった31%の人しか、会社に対して愛車精神がない。 ですね、70%の人はむしろあの会社のことは嫌いだと思っているということなんですアメリカが60%でドイツが47%なんですね、まあ、とてもこれも残念な気がしますというのは働くことをストレスと時間をお金に変えるというような考え方がすごく多いんじゃないかなと思うんです働くことにこうポジティブな意味合いではなくて、まあ辛い仕事をしてるからそれに対する我慢料として給料をもらっている 1> 月1回我慢料が支払われるというような考え方がとても多いような気がしますだから結果的にこの投資が嫌い投資嫌いというのはむしろデフォルト当たり前でそれ以上に今実は日本で最も問題なのは働くことが嫌いだという人が実は増えていることが実は日本の大きな問題だと思っているんですねこの労働嫌いが会社嫌いを呼び会社嫌いという気持ちがその会社に投資をするということがとてもいいことに思えないですよね。 だから投資嫌いへと、この負のスパイダルが生まれていることに私はとても残念に思っております。じゃあ、このバッドスパイダルがもたらしたショッキングな結果があるんですね。それは何かというと、30年間の日本とアメリカとドイツとイギリスの,この株価水準の差なんですね。一番横にこう平べったくなっているのは日本なんです。それでで最近ですね あのアベノミクスでバブルが生じたっていうふうに言うんですけど、どこにバブルがあるんですかね、<laughs> あのあのいやー、これ私、私、いつもこの図を見てです、ね、でいや、バブルあったらいいんだけどなっていうふうに思うんですけれども、あので最近あの、イギリスが EU に離脱して、なんか問題を起こしたとかなんとか言いますと、そのイギリスでも、ですねこの30年間で株価が4倍になっているんです。今日本の時価総額はは兆兆円円ありますすたくさんんんもちろん500兆円って数字は大きいんですが もし4倍になっていたら今2000兆円なんですね今よりも1500兆円も日本の資産が増えているんですそうしたら今ある年金問題であったり社会保障の問題って一発で解決してるんですねでさらにこ,の、まあ、これは当然の結果かもしれません5年後にその自分の家族および自分の経済的な状態に対してまあ不安に思っているか不安に思っていないかというようなアンケートを取るとですね日本が15% すごくあの不安に思っている人の比率は高くてそして世界平均だと47%なんですこれは世界28カ国の中で最低の数字なんですねこれは私はとても残念に思っていることです労働嫌い会社嫌い投資嫌いの人たちが作った結果なんじゃないかなと思うんです でそういう中で、なんで君は日本株のファンの文字をしてますかということですよね、<laughs> こんなこと分かってるんだったら、お前、アメリカ株やってるよみたいなね、そういう話があるんですけれども、あの私はあの大学卒業して、たまたまあのムラセットというところにいたんですが、そこで配属されたのが、中堅・中小企業に投資をするという部署に配属されました。そこで今大体あの20 7年間あの、この投資の仕事をしているんですけれども、その中ですごく思っているのは、その中小企業こそ成長企業がたくさんあるということを思ってます。その中で皆さんに質問です。2002年12月に上場していた会社の中で、10年間、2012年12月まで、アベノミクスが始まる前ですね、の10年間失われた10年間という暗い時期に、全体の何割の会社の株が上がったでしょうか。 失われた10年とか20年と言われている時期ですよね、日本株全く上がってません、そういう時期に何割の会社の株が上がったでしょうか、大体この質問をすると、多くの人は20%くらい、30%くらい、30%だと強気かなというふうに言われるんですが、結果はなんと70%なんですね。日本の上場している会社の70%の会社の株が上がってたんです。 でどのぐらい上がってきた1705社もあるんですね 1, 社もの会社が、まあ、全体の70%あるわけですけれどもこの株価が上がっているという実態がありますでさらにすごいのがですね上がっていた1705社の平均が売上で倍、営業利益で倍で従業員の数も倍になっているんです、ね、たくさんの雇用を生み出していてそして株価も倍になっているんですだからこれだけ見ているとですね 失われた10年とか20年って感じしませんね。だって、日本の会社の70%の会社が株価が倍になってるわけです。年率7%の勢いで、新興国並みの成長してるんですね。だから私は、日本株のファンドマネージャーとして困ったことがないんです。だっていい会社がたくさんあるからということなんですね。で、これはトピックスコア30というものなんですが、日本の時価総額上位30社の会社群です。立派な会社ばっかりですよね。 あのおそらく就職をしたい就職人気あの,の上位の会社ばっかりですじゃあ同じ時期どのくらいの株価のパフォーマンスだったかっていうとマイナス24%なんです多くの人はですね大企業がこの日本は成功していて中堅企業があ、まあ、この大企業によってどちらかというと割りを食ったと思ってるんですが結果は逆で大企業が足を引っ張っていて中堅中小企業の方が成功していたんですね だからこれを見るとです、ねこれ、この結果はです、ね、あの中堅・中小企業の市場、ジャスダック、東証二部は同じ時期、プラスの43%、東証二部はプラスの67%という数字でした、だから失われた10年という暗い時期、アベノミクスの始まる前であっても、でも実はちゃんとこの会社を選べば、たあの高い成績を上げることができたんです。 だから元気な会社を応援すれば日本は必ず元気になると思ってます。だから私は日本の根っこから応援することによって日本を良くしたい、そのためになかなか、まあ、僕、いろんな大手の会社にもあの、えー、就職してファンドマネージャーだったんですがそういう理念の会社が少ないなと思ってだったら自分で理想の投資信託を作ろうと思って自分で会社を作りました。でこれが年年ですね2003年 レオスキャピタルワークスという会社を創業したんです、2003年のときですねで。当初はすごく順調だったんですねあの。2003年がどん底で、それから株が上がったということもあって、とても順調に成功しました。でその中で理想の投資信託を作りたいということで、白、ま、水、あ、という女性をです、ね、外部からスカウトして、一緒に理想の投資信託を作ろうというふうに言ってあの、まあ、たくさんの人を雇ったんですが、まあ、その中で白水という人も雇いました。 で順調だったんですね <laughs> なんかすごい、ピノキオみたいに鼻が伸びてますけれども、<laughs> まあちょっと傲慢にもなったわけです、だって、あのまあ、会社作って5、6年ぐらいしてです、ね、会社も成長し、利益も成長し、そして会社の価値、時価総額もですね、一時30億円になったんです、私70、70%持ってたから、20億円の資産家になったんですね、美咲さん、20億円の資産持ったことあります <laughs> いい気分ですよ。<laughs> でもね、そういう、うわついた気持ちになると、必ず罰が来るんですね、これです <laughs> <laughs> あの。いや、笑い事じゃないんですけどね、<laughs> あの無一文になったんです、本当に、会社もほとんど破綻しかけて、それで、あどうしようかなと、もうこんなことやってられないなと思って、まあ、かなり自暴自棄になったこともあるわけですね、そうしたらですね、私、は白水に行ったんです。あのいや ごめんねとこういうか、こういう事態になっちゃったから、私、あのもうこ,のこれ諦めて、もう別のことやるかもしれないという話を白水に言ったら、ですね白水が言ったんです、理想の投資身高を作ろうというふうに言ったんじゃないですかと、まだ頑張れませんかというふうに言われたんですね、私それですごくこう目が覚めてです、ね、であそうだ、僕のやりたいことをちゃんとやらなきゃいけないなとで、さっき話しましたよね、中堅、中小企業がたくさん成長しているとで、そういう会社に成長して、日本をよくしたいというのが僕の思いだったわけです。 そうするとですねこう不思議なことが起きるわけですけれども、多くのお客様、それから社員の人がこう手伝ってくれて、そして僕らをこう応援してくれたわけなんです。で、結果的に言うと、今、僕らの運用残高2000億円ということで、日本の投資信託、日本株の投資信託の中では3番目の大きさになって、ですね成績も5年連続ファンド対象というのを取って、とても良い結果が出たんです。理想の投資にはまだ程遠いんですが でででもそれに近づくことができたんです実際にこれが運用成績で、あの下の,あのちょろちょろっとなっているのは日経平均なんですね <laughs>。僕らそれをはるかに上回る成績になったのは、なぜかというと、私たちが応援している会社がたくさんあって、先ほど話しているいい会社がいっぱいあったからです。元気な会社を応援すれば、日本はもっと元気になるというふうに思っています。これは私たちが 投資をしている会社のごくわずかですが、結果的に言うと、こういう会社に投資をすることによって大きなリターンを上げることができました。私が今日皆さんに伝えたいメッセージは、一緒に投資家になりませんかということなんです。というのは、投資やお金だけじゃないですね。すべてが投資に成り立っているということですけれども、例えば学校とかね、会社とか。 それからこういうい施設ですよね皆さんの座っている椅子もですも、ね、どこかの会社が工場で作,作られているわけです。橋であったり新幹線であったりそのようなものは誰かがリスクを取ってそして作ってくれたおかげであるんですねそういう面で見れば実は投資というのは皆さんの周りの中にすべてあってですねそして投資に囲まれて生きているということが言えると思います。というのは私たちが今ここにあるのはお父さんやお母さんが皆さんに教育投資をしてくれた。 おかげでもあるわけですよね。だからこの今の自分たちがあるのは、と過去の人の投資のおかげであるというならば、これからの未来は私たちの投資で作っていくのがまあ当たり前なんじゃないかなと思います。今からすぐにでもできる投資があります。それは何かというとありがとうということなんですね。でこの図よく見ませんか？居酒屋であのこうおじさんまあ、おじさんじゃなくてもいろんな人がいますけどね、あの無闇に。<laughs> あの店員に怒鳴っているような姿ね、これ恥ずかしいでしょ、それからコンビニエンスストアでこう黙ってお金をこう放り投げるようにして、ありがとうも言わないで、この物を買ってる人、たくさんいます、私は必ずコンビニエンスストアで物を買うときに、ありがとうというようにしています、もちろんタクシーに乗るときもそうです、皆さんどうですかね、私は見ていて、コンビニエンスストアでありがとうという人はすごく少ないような気がします、ありがとうと言おうというのは、今日の大きなメッセージなんですね。 ありがとうも実は一つの投資手段です。なぜかというと未来をつくることなんですね。ありがとうを言うことによって、この働いている人の気持ちに誇りが持てます。今からありがとうとぜひ言おうとあの。労働嫌いを生んでしまったのはありがとうの不足にあると思うんですね。なんでかというと、今働いていることにが誇りが持てないのは、それは私たちお客様サイドになって、その人、その働いている現場の人に対して、 感謝の気持ちが足りないからだと思うんですねでそれを逆転すれば絶対に日本は良くなると私は思ってるんです。労働議題が会社議題を呼び会社議題が投資議題を生んでますで。ありがとうは全ての人をワクワクさせるんですね。これを逆転することができます。この働くことが大好きになれば会社が大好きになり会社が大好きになればそういう会社を応援することが良いことだと思うようになると思うんですね。でそういういここととをすることによってハートの 循環を作ることができると思います。感謝と誇りこそが投資の原点だと思います。まあそれを教えてくれたのはこれですね。<laughs> <laughs> ブラジャーで育ったファンドマネージャーでした <laughs> で。であの最後にですね、あの一回練習したいと思うんです。あの皆さんが未来を良くするために。 この何をすればいいかってありがとうということですよね。みんなで一緒にありがとうと言って、あのこのプレゼンテーションを終わりにしたいと思います。じゃあ皆さんあの一緒に行きましょう。せーの、ありがとう。